皆さん、こんばんは、こんにちは。時事新聞の岩井雄一と申します。よろしくお願いします。時事新聞の岩井英二と申します。よろしくお願いします。いや、新年明けましたね。そうですね、明けました。おめでとうございます。おめでとうございます、ね、今1月2日の4時半、4時半、2日の三が日の夕方にこんなアホな子が昨年は本当大変お世話になりました。今年もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そうね、まあ、十次ね、昨年も引き続きご迷惑をおかけして、いつでもそのいろいろ都合、ご都合とかあると思うんで、返金キャンセルとかも24時間受け付けてますんで、もういつでもご連絡いただければと。多分そのご連絡いただいた1分後ぐらいに返金するようになると思うんで、どうかいつでもご連絡ください。その物自体はですね、12月に発注して、その12月に発注したんだけど、11月ぐらいから向こうの会社とほぼ連絡が取れなくなってるんですよね。で、まあ、発注しておそらく3ヶ月か4ヶ月が普通の納期なんですよ。だからそれぐらい春には全部完成するはずなんですけど、ちょっとその辺の確認が、申し訳ない、もうまだ連絡が取れてなくてですね、まあ絶対何があっても作ってもらうけどね。ただまあそのお待たせしてますんで、そのご都合がまた変わった方もいつでもご連絡いただければと思います。どうもすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そうね、1月明けたけどさ、もう早速なんか練習の動きとかいろいろあるよね。そうだね。1月11日リバーサルジム新宿ミウイで中村大輔さんがいつも の月1セミナーをやるということ。1月11日確か午後2時からだったね。2時からだったね。2時ね。そう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 。今回シッティングガードでしょ。そう、これすごいね、受けたいね。だってシッティングガードってさ、適当にやるとただボンと押されて、その結局普通に背中つけられちゃうっていうね。大概のやっぱなんつうんですかね、相当足効く人じゃないと背中つけてガードするっていうのはやっぱ物理的に不利なことが、多くて、海外のすごい有名な選手とかでも、特に脳技とかではシッティングガードで背中つけたくない選手がやっぱ出会い頭でパッてパスされちゃうことってあると思うんですよね。その今回 その脇差しパス その得点映像でもそうですけど、起き上がってきたところを脇差されて、そうですね、いろいろやっぱこの出会い頭っていうのが一番お互い隙があるというか、特にガードの人は、ね、困るところだけどさ、シッティングガードはそれ回避できるもん、まあ、バットが飛ばれるのはあるけどさ、やっぱどうしてもその足うまく効かせられないとかっていう方はそのシッティングガード、外人多いよね、シッティングガード多いね、足効かない人多いからさトップ選手はすごいなんか柔らかい人でいるけど、基本的にアメリカ人とかそんなに体硬くないからさ、ずっとこれでもうへばってて、でそこから一気にさバーンってダブルレグテイクダウン、はいはい、座ったままだからポイントになんないけど、それよりも上やりたいみたいな感じで、そういう使い方も全然ありだと思うし、中村大輔さんだからね、ありとあらゆる、まあ超一流の攻めの内容は期待できるよね。シッティングは受けたいですね。俺も受けたい。首さえなんとかね、また首痛めたんです。そうそうそう、大晦日の稽古でした。もう見てないね、どうか。で東京でご興味ある方、ぜひご出席されたらと思います。もう全項目外れないよね。すごいね。そう、あとその練習会といえば、あと2月14日東京じゃないけど神戸で、神戸市立王子スポーツセンターだった、いつもの大ゴードレーション神戸コレクション第2回があるという、またすごいんじゃない。行きたいね。行きたいね。これも行きたいね。彼が本気で参加を検討して、2月14日バレンタインで、ジュースの神さんがバレンタインに何を運んでくれるかと。聞こえはいいけど、何を分からない。そう、とりあえず字面だけちょっと並べてみましたけど、やっぱ去年は関西ジュースでしょ。そうだね、すごかったね。こう申請してくださってる人も多かったです。そう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 、伊藤選手とかさ、生田先生とかさ、森本先生とかさ、うん、
宇原先生なんてね、そう、グランドインパクトのところもいらっしゃって、で、あのね、練習会も主催されて、いや、すごいよ、勢いがあるね、やっぱり、そういうのが、関西柔術、勢いっていうかね、やっぱその、今までこうずっと、この連綿と、ベグナムジャムとかで、その培ってたのがさ、去年ってもう一気に爆発してるっていう、ドマ関西ももちろんそうだけど、ドマ関西だけじゃなくてさ、だって1年中ずっとじゃん。で、練習会やるとなんか100人とか、桁が違うからね、そう、桁が、ね、桁が違う。写真これ入りきるんかっていう長さで、集合写真撮って、ね、もう完全にあれでしょ、もう iPhone のパノラマ機能必要になる。そう俺たちのいつも の集合写真撮るからで、両脇入んないね。ね、両脇もっと寄ってくださいとか、そういうレベルじゃない。まだいつも、もっと寄ってくださいとか、全然余裕で入ってくる。全然余裕で入ってくる。所詮そのね、所詮そのあれだけです。2月14日、ぜひ関西でご興味ある方は、時間はね、12時半、お昼からですね、ちょっとご飯なんか食べてから。神戸コレクションという名前もなんかおしゃれかっこいい。ポスターも、すごいかっこよかった。いいよね。まあ、ぜひご参加されてみてはいかがでしょうか。で、ね、ちょっとこの重心の、ね、一番今のセンターの熱いところをぜひ体感されてみるのもいいと思うんですが、ぜひ、ね、ご参加してみたらと思います。で、お前的には去年はどうなの？去年。そう、全部ふわっとだ。そう、ふわっと去年はどうなのみたいな。何の質問か分かんない。去年怪我したことしか覚えてないからね。まあ、あとはあれだよね、やっぱり大会すごい見に行って、いろんな選手のことそうね、やっぱ去年さ、やっぱまず黒帯選手でさ、特に活躍された選手は俺ね、宮地選手と、ね、平尾選手だと思う。ああ、そうだね、そうしたよね。宮地選手がもうセンセーショナルだったね。もうね、強かった。ちょっとね、ダースベイダー的な強さがあって、なんもう宮地選手が出てきたら終わりだみたいな。そう、特にアジアのトーナメントはもう、まあ、なんかね、負ける気しなかったね、途中から、ね、ああすごかったね。そうで、しかもね、使う技術がさ、暗黒のクローズね、すべてを引きずり込む。10度ゼロみたいな。重力ゼロ、そっからのね、十字締めと腕十字でフォース来てますよ。そうだね、平尾選手もすごかったね。平尾選手、ついに ADCC は取ったし、で、ポイントポイントでさ、とっても強い選手を撃破してて、そうだね、2人ともライトフェーザーの選手で、ね、そんなに重くないしさ、身長もね、そんなにないし、そう、ね、日本人の、そうあれはね、やっぱね、その日本人としの選手としては、ね、同体型の人で、うん、普通のごく一般的な体型で勇気づけられるよね、うん、お二人は強かった。なんか去年のベストバウトとかない？やっぱりあれだね、東日本選手権。東日本選手権、ここのね、やっぱりそのライトフェーザーでありながら重量級で出たっていう、誰？川野選手。川野美代選手。おお、エクストリームエビナ。そうさ、昨日さ、夜さ、エクストリームエビナさ、心霊動画さ、すっげえ怖かったさ、さ、確か3回もなんだけど、全部見てすっげえ怖かったさ、今日俺一人だからさ、ちょっと、なるべく長く言ってよ。めっちゃ怖かったな、しかもすげえ夜見ちゃってさ、やべえよとかつってさ。ラップ音とか、なんか打ちすぎ、なんかね、ラップ音はね、ラップ音やたらなるよね。なるよね。なんかね、何音とかわかんない。俺、なんかさ、東京湾に群発地震来た時あったじゃん。あったな。年末。あん時さ、なんか、2日3日ぐらい前ね。そう。
あれね、昼寝してさ、起きたの、わけわかんない音で起きたんだよ。なんか、ポンポンみたいな音で、え、この音なんだろうって起きたんだよね。で、それを忘れてたんだけどさ、で、なんか11時ぐらいからさ、地震公開ぐらい来やがってさ、え、あれもしかしてなんか呼んでんじゃねみたいな。で、その日のうちになんか俺に、避難した方がいいから、超怖くなっちゃってさ、うち川が近いからやべえんだよ、みたいな。だってお前、なんかトラフとか来たら、うちもうダメだろ、もう、こんな海川でさ。海っかず飲まれる飲めてる。だってお前ちヤシオとかじゃん。たぶん津波の津の字も来ないだろ。いや、あそこ荒川通ってるから、ね、やばい。いや、お前いくら南海トラフとかでもさ、あんななんか400キロぐらいは上がってこないよ、お前。だ東京から400キロぐらいだろ、お前のところに距離は。わかんねえ。400もねえだし。あ、そう。何キロぐらい東京は、あそこの都心のうちの一つだからさ。何を言ってんの大都会だからさ。ヤシオ推しもヤシオ愛にあふれまくってるっていうね。そこ充実が多いですよ、お前。ヤシオ愛にあふれまくってる、お前。もうヤシオ軍団だ。そうだよ。ヤシオトップチーム作る。ヤシオトップチーム、有名選手も多数と思う。そう。もう、浅田さんとかとさ、もう俺たちが道案内しなくても、もう最初です。俺ら先に言ってきてるからよ。今、家の前で待ってる。すいません、つって。第2のこう、ね、故郷となりつつある。そうと、早朝会の後藤君まで来ちゃったからさ、あそこなんか落ち着くよね。あそこ来るとさ、もう俺とかもう充実の用事しかないからさ、切り替わるんだよ。すごいリラックスするよね。いいね。で、何の話だっけ地震の話。ベストバート、ね。ベストバート、すっごい離れた。河野亮君なんか、あれだよ。ライトフェザー級なのにさ、スーパーヘビーとあとアブソルに演技してた。そうだね、あの勝利はすごかった、ね、そう、あの自分よりもちろん重い選手を倒して両方とも優勝しちゃった、ね、しかも相手選手もすげえ強くて超激戦だ。そうね、あれだけ重い選手を倒すのはやっぱり柔術の一つの、ね、そうだね、打撃がないからこそ、そう魅力でなるね。そうそう、やっぱもちろんの大きい選手の方が絶対的に有利なんだけど、時々こういうことがあってね、面白いよね。マッケンジーがガリガリしちゃって倒したんですよ。あれもね、意味わかんないけど、人間技かよと思うんだけど、でもマッケンジーあのどうなの最近って思われてわかんないあれ別れたの？別れたんじゃないかな。別れたのってお前がしあのマッケンジーとなんかそのやり取りしてる人は多分別れたけど、そのこと聞けないみたいな。それは、まあ、それはそうだよ。分かりましたかって。またなんか日本来てくれるといいけどね。そうだね、セミナーとかでね。そうだね、あの人のセミナー本当にいいからな。やっぱりあの小さい人が大きい人を倒す術をなんかやっぱ知ってるような技だったし、やっぱり女性はそんなに力も使えないからさ、うん、技で人を倒すっていう典型的な技なんだよね、うんうん、そうだね、やっぱもともとの力がそんな強くない日本人に、うん、すごい向いてるよね、向いてるよね、うん、そう、また来てくれないかなと思うけどね、うん、そうね、あとどうよ、そう、まあ、菅野選手は素晴らしかったね、エクスリームエビなデンジャラス系デンジャラスですよね。で川野選手、あれでしょ、JBJJ フランキング1位。1位、チャオビー。そうです、すごい。しかも、最後めくったんじゃなかったっけ、全日本オープンで。その前、そう、確かそうだったと思う。チャオビー、1年目で1位。うん、あ、1年目なの？ 1 年目。ああ、すごいね。俺、弟したかった。あ、そう。また続けるからさ。唯一の自慢にもなんねえ。桜井哲也選手と戦ったことがあるの。2秒ぐらいで負けたね。2秒ぐらいでもう、ね、命も危険もあ、ちょっとこれ無理だね。投げられた時点でなんかもうタップしようかと思って。あと哲也選手とかとか、ああそうそう、2秒ぐらい2秒ぐらいであんまりまずいなみたいな。これ世界違う人もいる。でもそう、哲也選手がいっぱいいるのは、ね、面白い、ね、素晴らしい。そう、あの JBJ のランキング1位といえば、あの黒帯の1位は角田選手、ね、で紫帯は高松選手、あのリリクス、あの新聞今回は、まあ、本賞はその、まあ、空位という感じで特別賞という感じで、あの選ばしている、まあ、ね、あの選ぶってことじゃないけど、所詮はね、そんな俺
あじゃないんだけど、その一応第5回特別賞としてそのリバーサルジム川口リディプスの高松選手、ラクナロック柔術の池谷選手で、トライフォー新宿の佐藤選手この3方を個人としてはその表彰させていただいて、でもう一つ、まあ、団体というかその動きというか、でもうさっきも話し出た関西柔術を表彰させていただいたんですけれども、高松選手すごい ね、 その高松選手、池谷選手、佐藤選手はもう三強だよね。三強、字はどう書くか分かんないけどさ、そう三強だよ ね、 もうね、強いもの部分 もちろんあるし、ね、ちょっと放送禁止的なもう柔術教っていうね、柔術教三重師すごいよ。池谷選手なんか俺と同い年だよ。あ、そうなの。それなのに、ね、あのバイタリティというかさ、すごいよ。俺体ついていかないよ。そうだね。どうなってるんだよ。そうそう、あの佐藤選手ともね、あのこのお話しさせていただいたけど、やっぱ自分たちが佐藤さんも自分が出ることで他の人もやっぱこう、あ、じゃあ試合出ようかなってなってくれたらいいっていうね。すごいよね。高松選手だって中国選手権とすげえよ。メダルを取って帰ってる。そうそう、高松選手だってランキング1位だ。強え。すごい。大きいもんね。どんどん鋭くなっていくしね。恐ろしい選手。そう、あの3選手は本当にもう宝でしょ、うん、開拓者たち、うん、すごい。池谷選手とかって、ね、関東の試合で池谷選手の名前見ないと心配になっちゃう。怪我かなどうしちゃったんだろうね。普通で、いやだって四国の人だから、うん、あのエントリーリスト見ないよ、心配になっちゃう。ゴジップはこっちらしいけどね。あ、そうなんだ、うん、あ、だから そこ拠点にできる。釣りないな。そういうなんか機械人間とかされないと大丈夫。ねじ。ねじ。そうそうそう。そう。あの三選手は本当にすごい。あのそうなんだっけな、あの今年は何もそのさ、あの特に賞金とかないからさ、そんなこんな賞別に、ね、もらっても喜ばないと思って やめようと思ってたんですよ。で、あの表彰するのもおこがましいよ。そうそうそう、ね、もらっても別に嬉しくないだろうで、まあ、じゃあもう今回やめようかな。しかも特に誰も気にしないあのなんかツイッターでじゃあ今回なしですって言ったら、佐藤選手が自分はもうすごい楽しみにしてる、 ありがたいなって。けど今回一応その特別賞みたいなのは考えてるんだけど、特にその商品、あ、副賞はまあ考えます、あの考えるんですけど、今まで言った賞金とか、ね、ないしさ、そんなのこんなもらっても誰も喜ばないから、まあなしにしようかなと思って。いやけど それのその告知する意義があるんじゃないかと佐藤選手がおっしゃって、やっぱりこの人は違うなって。ちなみにあんたですからね、候補はあんたですからね。佐藤選手に背中を押されて、佐藤選手本人はご本人は切れてないね。いや、ここはあんたなんですよ。でももらっても結果的には自作自演みたいな。あのもうそんな別に特別賞なんかもらってもあれだろうと思ったけど、やっぱそういう やってるこういうふうにこうやっぱいいことしたするのはみんなに広く告知する意義っていうのは、まあ、確かにあ、まあ、多少は魅力だけどさ、あるかなと思って。こっちじゃおこがましいとしか思わないですからね。そうね、お前の賞なんかいらないよ。言われたらもういかのまりだから、ね、そう、まあ、すいません。そう、副賞は、まあ、なんだっけ、あのこっちで作る製品とかプレゼントとかさ、なんか もっと他になんかいいのがあればいいですね。そう、まあ、ね、東京来た時、まあ、もうそう池谷選手とかね、聞きたいけど、ぜひ食事などして、うん、こういうが持てればいいですね。まあ、お忙しい意味だから、うんうん、そうね、そういう感じでね、重心部杯とかもぜひなんかね、で表情とかしたい。いや、こう言って言ってるんじゃないですか、
ちょっと遠いんで、それは全然あれなんですけど。そう、で、あの、獣神防杯、3月13日。これ、いつから始めたっけ ?4 時半、あと10分ぐらい。そうだね。終わるときは、デジカメが勝手に閉じて、デジカメが落下して終わるんで、あの、事前に終わらせないというのがまずいんですけど、ね、そう、3月13日。あの、もう、すでにエントリー、方が結構いらっしゃる、本当にありがたい。まあ、問い合わせもたすごくたくさんいただいてる。まあ、先ほどから名前がいくつか上がってる佐藤選手も。佐藤選手はあのエントリー第一号。すごいね。本当にありがたい。もう頭が下がる、うん、一方です。そう、で、そう、重心分配、名前も変わったけど、あえなく変わった。8人ぐらいに聞いて、8人とも、そのロードって何ですかみたいな。ちょっとその8人のうちが1人俺らしじゃない誰もあの自分がすごい一生懸命考えた名前を誰も喜んでなかったちょっと栗きんとん食おうよ。これあの小布施堂の栗かもめっちゃ美味しいです。で長野、そうそう長野で、あの重心腐敗は別になんかあの適当に作るんじゃなくて、あれはもう完全にロードとうもんじゃある、うん、時期的にももうあの、まあ、パン行く人はその、ね、行かれるし、で新しいその最後の試合のチャンスじゃないのかな。まあね、あのこんなことない方がいいけどさ、まあ、怪我しても、まあ、超大怪我じゃない限り、まあ、間に合うかなという、まあ、怪我はというのにダメだけどさ、であの実際の挑戦の場に するために上がると紫茶黒は絶対重視させたいんだよ。やっぱあの国内でバチバチにやるトーナメントがいっぱいないと絶対にレベルが、もちろん全日本アジアってあるけど、だって外国はさ宮本が何年か出てるんだよっていうもちろんそのいっぱい大会が開かれるっていうのはあるんだけれども、ムンジアルの出演にも出たんだっけ、あの人、うん、じゃあ何か考えてそうだ、あの IBJJ フランキングもさ、普通はムンジアル王者が取るに決まってるのに、もうだってあのベルナルド・バレーとすぐ下の方に行っちゃってもうジョアオとパウロが物量作戦でね取りまくっちゃってさアバスを優勝してないとかもなんか、うん、あれもだってもう12大会ぐらい厳しい トーナメントやってるんでしょ、多分ムンジアル以降。さすがに勝ったり負けたりもあるけど、それでももう無視で全部出るからね。あの勝ったり負けたりはジョアオだけなんだよ、ね、だってパウロ1回しか負けてないしかけど、KC には負けただけじゃないかな、まあ、そうけどパウロとかじゃ別に負けるの全然怖がってない、ね、そうあれすごいよやっぱりすげえ悔しがるけど別にねそう勝ち負け自身は気にしてないからね、うん、そうなんだよね、そこだよね。だからそういうやっぱあの ある程度一定レベルがあるトーナメント、アダルトのトーナメントの機会を確保したかったっていうのが、あの黒帯の選手とかね、いっぱい出てほしい。アダルト黒帯はただなんだよ。ぜひ出てきて、ぜひ。そうでね、その収益を上げるっていうのが非常にあのできない。俺らって俺だけど、なんとかね、渡航費ちょっとでもね、そう、捻出ができればね、渡航費だよ、いずれさ、年2回か3回くらいやってさ、その、なんか、ランキング制にして、ランキング、3回でランキング引っかかって、1位の人は渡航費っしょ、そうだね、それがやりたいんだよ、そう、それ、もうそれに尽きる。本当はね、メダル代とか全部そっちに回したいんだけど、あのやっぱメダルぐらいやっぱね、やっぱりね、メダル高いね。あ、やっぱりそう。高いね。しかも、大会の名前が変わったんだけど、デザインも変更ということで、また余計なあの出費を出してしまった。そう、しょうがないっていう、ね。全チェンジだから、デザインです。それそうね、大会名変わったらそれチェンジだよ。なんでなんだろう。ぜひそういう機会の大会で、まず他のムンジアルとかあれな人たちは
みんな来てちょっと自分たちと食べるのはどうかなっていう誰も俺らと食べたくないかも。まあね、まあいろんな選手もいらっしゃってくれるかもしれないし、そうそう、その中で何か交流が持てればね。そうで、あのやっぱドゥマン九州とかドゥマン関西みたいな、なんかもう楽しそうな、もちろんレベルの高さは確保しつつさ、一般の参加の人はお前も来たのかみたいな感じでさ、その場でこう交流がいろんなとこで、あの、もうあの同窓会みたいな雰囲気ね、ああいう場にしたいんですよ。ぜひあのご興味ある方は、まあ、ご都合合う方はちょっとご検討されてみたら、いらしていただければと思っております。よろしくお願いします。